よーし、続きやっていきましょう。コーラ飲もうかな。ニュースで話題になっているぞ。うん、どの番組でもだ。目的は果たせたな。脅迫だと思われてしまったみたいだな。あれでよかったのよ。人間は言葉だけじゃ理解しないの。暴力じゃ解決できない。対立したって意味がないんだよ。注目を浴びた以上、何をするにも世論に影響するだろうな。うん、放送以来仲間がジェリコに押し寄せてきてる、うん、少なくとも希望は与えられた。殺人は計画になかっただろう。奴らだってアンドロイドを毎日殺してるじゃないの。だからって殺していいわけじゃない。それで自由になれるんなら喜んで殺してやるわ。殺したって自由になれない。憎しみを生むだけだ。そんなに人間が好きなの？人間の命の方が大事だって言うわ。自由を手に入れたいからって人殺しをするなんて奴らと同類だ。もうやめろ。まあね。どうするつもり？ビカムヒューマンってことだろ。独立戦争で人を殺すのは人間そのものだからな。デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ、うん、仲間が商品として売られている。はあ。これから店を襲って仲間を解放しよう。店を襲う？そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする？警察もいるだろう。5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ、うん、警察が来る前に店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。酔ってやがるな自分に。ちょっと待って、あ、本があるけど。正体は、あはは、マーカスです。走れないのかな。ずっとこの時を待ってたのよ。こいつは好戦的だしな。でも今回はそっち側に やるぞ。どっちかっつうと。いや、待って。うん、よし、いなくなったわ。ここは割と1周目と一緒でいいと思うんだよな。他にも警官がいるだろうな。慎重に行こう。うん、時間制限あったっけな。店はこっちよ。まあそうなんですけど、ノースについてく。うん、人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。恨んでるな。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。あ、10分。ほら行かない。警報を破壊して、邪魔が入らないように広場を抑えよう。店のウィンドウはどうするつもり？分かってる、それは後だ。じゃあ次はどうする？さあ起きて。うん、分析するか。ここの警報システムはあれ、ネットワーク解読あったぞ。まずはこれだよね。これは絶対やんないといけない。うん、走りましょう。起きろ。さあ起きて。お前ほぼサイモンじゃねえか。
ほぼダニエルだし。で、ん？分析。ネットワーク。供給確認。ジャンプ。さあ立ち上がろう。さあ起きて、うん、ジェリコへ行くんだ。目を覚ませ。かがむて。警報ネットワークね。はい、 R1、 R2。内部ループを作成。警報無力化。見つかる。え？丸、隠れる。あぶねえ。やるじゃないマーカス。うん。でだ。警報無効化したでしょ。おい。見られてる見られてる。あぶねえ。何、どうしようかな。いや、あっちはまだなんだよ。うん、どんどん解放していこうか。あ、これ見れないんだっけ。あ、見るだけでダメなんだ。もうすぐ自由になれる。時間ないよマーカス、時間ないよ。あれ、うわ、なになになに。これね、不完全な生き物に服従しろだって。それも今日で終わりだ。そうだね。さあ時間ないぞ。監視ドローンか、うん、邪魔になった。ここからじゃ届かない。ドローン妨害する。うーん、ドローン妨害するには。マーカス、マーカス来て。何、ちょっと待ってよ。どうしよう。来てって言われてもな。あっちか。見る。あれなら店に突っ込めそうだな。トラックを盗む。ちょっと待って、あいつどこ行ったんだ。変異させる。さあ起きて。うん、あれ全然覚えてない。エリアを閉鎖する。車が来ないよ、道を封鎖しよう。一方通行よ、楽勝でしょ。
うん、君は自由だ。そうか、車を通行止めが先にできるのか。うん、1周目より悪い結果になるのは嫌だな。はいはいはい、よし、これで邪魔は入らない。でドローンを妨害するだ。開ける。登るしかないわね。うん、よしよしよし。でもまだ行くわけにいかねえんだ。ちょっと待って。これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。はい。壊します。ちょっと待ってね、時間は6分。あ、まあ割とあるな。ドローンなんとかしないと。ドローンどこ行くんだっけな。うん、あ、これだ。分析してルート。あ、これはやってなかったんだ。はい、これ一番最後のが正しいの俺知ってるからな。時間短縮しよう。シミュレーション。あ、違う違う。はい、これが結構時間食うんだな。はい、こっちかな。うん、はい、それで行きましょう。よしよし、順調順調。うん、あれんだ、忘れてた。よし、これで完璧だ。警察を呼ばれてないといいけど。じきにわかる。うん、広場は安全だな。これで店に入れる。それじゃあとはトラックで。うん、もう完璧な感じがするけどな。あと6分あるし。あと変異体は？よし、大丈夫だろう。ちょっと待って。ないよね。ハッキングする。うん、なんか見落としなきゃいいけどな。あ、人暴れさせて。これ自動的になったから見落としなさそうだ。
こっち見れんだ。へえ。よしよし。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。なんか映画のバディものっぽいな。ノリが。店に入る。うん。さあ、ウェイクアップ。もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。うん。サイバーライフ 大損壊。うん。こっちとこっちやった。みんな割と。そんなに種類がないから髪型とかみんなメイクとか変えるべきだよな。ん？あ、なるほど、同じ型なんだ。ノース、どうした？解放してあげましょう。うん。あとは？たまにこういう黄色いマークがなくて、うん、できることがあるからな、厄介なんだよな。よし、自宅警備はもう終わりだ。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。うん。人間に服従する機械として。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。うん。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。うん。Choice is yours ってやつだな。ついていくわ。俺もついてくぞ。連れてってくれマーカス。僕も行くよ。ついていくよ。俺も一緒だマーカス。ついていくよ。みんな行こう。マーカス、どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだ。うん。ここでね。あなたがやってみせればみんな後に続くはず。ああ、でも壊す
のはちょっとやだな。あーで拳を選ぶか。え、おいよっ、はい、スローガンだな。あ、でもこれ平和的って言われちゃうかな。暴力と平和。そっか。そっか、そういうことか。じゃちょっと壊さないといけないんだ。はい、もう世論なんて気にするな。あー、やっぱそうだ、これで暴力的に。こっちだ。とかこんなものは壊してしまえっていうことなのか。そうだ、あの銅像、じゃああの銅像壊そうぜ。あの完璧でないものに服従せよみたいな。どうぞ。あ、やっぱりそういうことか。壊しましょう。よくニュースで見るやつだよなこれ。今日限りで奴隷の日々を終わりにしよう。連れてってくる。繰り返そう。任せ。人間には言葉だけじゃ伝わらない。やっちまおうか。もう完全にテロリストだ。独立戦争だ。暴力 100% やばくないですか。それはやばくないですか。燃やす。ノース手伝ってくれ。いやー、これやりすぎかな。暴動だわ。あちゃー、世論が。あー、もう全然平和に傾かない。これはこれでやっちまったかもな。バッドエンドに向かってるかもしれない。全チーム任務完了だ。マーカス、マーカスどうしたの。奴らが来る。うん、みんなジェリコに退却しろ。これでもう私たちのことを無視できなくなるわね。でも恐怖からは憎しみしか生まれない、うん。無視されるより憎まれる方がいい。なるほどね。待て、火事だ。ノース、
は？あー出たよ。これどうしたんだっけな。ノース、平気か？何があった？ノース、殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された、うん、まさか奴らに。これ平和 100% でもこうなったんだよな。でもでもやだな、こっちのバッドエンドにもなりそうなっちゃうかもしんないな。あらららら、これ判断難しい。あ、こいつら俺たちの仲間を、正義を下すんだ。マーカス、報復するのよ。いやいや、中途半端かな、助けるのは。殺さないでくれ。いやでもやめろ、頼む、お願いだ。見逃す。やり返せばいいというわけじゃない。目には目をといって世界は堕落した。これ平和方面だよな。予定を変更してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も多数の店舗が破壊され、路上の車も炎に包まれており、デトロイト市内はまさに混乱状態です。建物が破壊され、デトロイト市内の主要エリアでは、あの世論は下がっちゃうか、そりゃそうだな。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。まあそうなるわな。トロフィーを獲得しました。燃え盛る町。おお、でもやっぱマーカスは平和的なデモを行ったが1周目で、2周目はマーカスは暴動を率いた。まあ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 思った通りかな。よし、1回切りましょう。またすぐ再開しますけど、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼いたします。